支配者、我が怒り、お前ら骨砕け、この盾。柱に対比するぜ。幻影ターンではウルトを使い2体を処理します。後の精霊やレイメニットにとっておいてもいいね。レイメニが邪魔なんだよね。ほいほい、空きスペースがあるので戻るぜー。ここは時計回りとか決めておくと他の人が逃げやすいね。象のブレスが出るようになってからはこの柱は鉄鉄ではないんだよね。なんとなく使ってみました。よっこっこ、焦ることはないね。このものか。おう、拘束を受けるときは担当になった人の位置も重要だ。炎をブロックするときに他の範囲があると前で防げない。今の場合精霊と石化ビームが邪魔した形になる。こういうのも山の神を阻んでくるんだよね。20% あたりで幻影に入るときにいかに削っておけるかがポイントになる。最後は体力の割合ではなく時間経過で幻影が出続けます。終わり。山の神練習の一環で DPS 視点を録画してみました。まあもうちょいだと思います。スケールハードは好きなのでいずれ達成したい。それではまた。